ルブラとリメイクしか知らないけど琥珀さんが好きに対するみんなの反応集を紹介します。チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは本編へどうぞ。俺も好きだよ。明るい笑顔で遠野家を支えるお手伝いさんいいよね。遠野坊がよっぽど良かったんだな。子供の頃に一緒に遊んだ幼馴染来たな。しきちゃん、バシー。青い顔して元気がない時も可愛い。窓辺からずっと見てた引っ込み思案そうな子は翡翠に違いない。琥珀さんは昔と変わらず元気だな。それは。夫裏側のネタバレは NG だぞ。よく知らないけど佐伯の正体らしいな。遠野絶滅計画。汚ねえ遠野家は滅びろ。琥珀さんが遠野家のこと良くない目で見てる。リメイクで設定直されるかもしれんし。その設定直されたら琥珀さんただの最高じゃん。キノコが表は Z 指定にすることでなんとかなったけど、裏は一面だけでもアウトだから、どうなるかわからない、って言ってたな。すでに糸のこぎりで地味に強靭ぶりを発揮しているし。桜もなんかぼかしてやってたし、そんな感じになるだろう。使用人は家庭内じゃないのでセーフ。しれっと旧作再販して。原作だと外行き用の服着てる立ち絵ってどこに出るんだっけ。配慮しているファンが多かったのか、ネタバレほぼ踏まなかったから、リメイクは楽しめたけど、裏側リリースまでに何も知らずにプレイできるかな、とは思う。帰ってきた時の目閉じてる笑顔がすごい怖い。琥珀さんは裏表のない人です。ヒスコ派の天敵がお互いなのって昔からだっけ。裏付き来たらメルブラでしか琥珀さん知りませんの人口が皆無になるんだな。後編出たらとうとう派生作品によるネタバレバリアも通用しなくなるのか。リメイクでどう設定変わってるかなんてまだわからないし、メルブラで強すぎる。ゾンビ琥珀さんですごいゾッとした。あれも怖いのだが、ゾンビになる前平然と働いてたのも恐ろしい。先輩の肉体年齢変わったりしてるから、いろいろと変わる可能性はあるんだよな。された年齢引き下げとかやめろ。表も流れ同じかなと思ってたら、知らないちゃんみおと佐伯と荒く先生出てきたから、どう変わるかな。まあ別にネタバレ踏んでも楽しめると思うよ。俺も月姫未プレイで設定だけ知ってたけど、表側十二分に楽しめたし。交代歩くみたいに秋葉ルートで J&秋葉になるかもしれんし。機種じゃなくてミュータントだったか。弱体化じゃん。裏側そのままやると登場人物少なすぎるから盛るだろ、多分。というかすでに佐伯とかいるし、荒く先生と佐伯とちゃんみおは確実に絡んでくる、マリオくん一行も絡みそう、ノエル先生は殺人に殺されるのか使徒になるのか。同人からいたのって翡翠琥珀秋葉と佐伯しかいないけど、すでにマリオとその部下と雲もられてるからもう増えないんじゃね？ちゃんみお、佐伯、荒く、蓋を開けたらもう何人か増えててもおかしくない。裏で教授が復活してこなかったら怒るよ。まあ体液摂取とかマイルドにすれば良いんだよ。翡翠ちゃんルートとか殺人戦後は春汚染までほぼ寝たきりだからどう変えるのか。毎日いろんな人がお見舞いに来るようにしよう。佐伯、私がお見舞いに行くのも無理はない。同人版の少ないキャラ数でやりくりしてる感は一歩引いてみると面白い。名前教えてくれませんかってメガネに聞かれて静かに半切れしてるの好き。多分直接的な描写を避けてほのめかす感じにするだけだと思うよ。指が食いよね。目が笑っていない上、翡翠ちゃんルートでも見れるのが怖い。